買いますか。あ、そう。買いの買っちゃうの。自民党と喧嘩した。よし、遅くなりました。定例の会見、遅くなりました。定例の会見といいます。これ持ってやったらいいのか。これはこれがお、まあ、いや、はい、NHK 党の定例会見でございます。これ言ったらいいのかな。まず、政党名特になしっていうのにするということで、昨日は発表して、まあ、国際政党なんで全部立花が決めてやるという感じなんですが、まあ、この特になしっていうのは、まあ、新政党なしさが、新政党なしさというか、新政党なしっていう政党が常に存在していて、過去にも国政政党で立候補しているというのもあって、これでいこうかなと思ったところ、NHK さんの表記を見ると、特になしって書いてたんで、これ使わせてもらおうと思って、特になしにしました。で、まあ、特になしっていうのは、まあ、いわゆる看板、これいつも言ってますけど、舞台があって、その看板がある、だから国政政党という舞台があって、その上に、その国政政党のお名前、名札って言った方がいいのかもわからないですけど、名札があると。で、この名札を何かにしてしまうと、またこう、いろんな意味に偏ってしまうので、あくまでも我々、この舞台をお貸ししますよと。いうことを考えてますね。まあ、その前に、まあ、もちろん事務作業でちょっと非常に重荷があって、今、まあ、NHK 受信料を知らない方法を教える等の支部として、市議会議員、区議会議員の人には支部の代表者としてやってもらってたんですけど、やってもらっているんですが、こうすると、まあ、支部に送金、っていう形で、送金してるだけなんで、支部から報告をもらわなきゃいけないっていう、本部の事務処理上大変な作業があって、まあ、特に、まあ、うちの党をですね、まあ、裏切って出ていく人たちが、この事務作業に応じてくれないっていうちょっとケースがあって、まあ、裏切って出ていく人なんで、協力してもらえないってなって、こちらにちょっと責任が残ってる形が、ちょっとどうしても解消したいのがあって、支部をとにかく、できるだけ早く回答してしまう。ただ、もちろん支部の人たちにお金を送らないんじゃなくて、支部の人たちには政治団体の代表者になっていただくと。今は国政政党の支部の代表者、これを政治団体の代表者になっていただいて、これまで通り月10万円、を、政党本部から支部への送金ではなく、政党本部から各政治団体の皆さんへ寄付という形で、送金すると。まあ、これによって本部の事務作業が、まあ、ものすごい楽になりました。で、なぜ支部を作ったかっていうと、まあ、その時支部がいいんじゃないぐらいの流れに乗ってやった程度で、支部の場合は、まあ、国会議員がいる、あるいは国会議員になろうとする、まあ、まあ、国会議員になろうとする人が代表している場合は、そういう支部にならないとできないっていうか、まあ、そういう届け出しなきゃいけないらしくて、まあ、お金もかかるんですね。外部の監査の、チェックを受けなきゃいけないってのもあるので、まあ、その支部の皆さんの負担も非常に楽になるということで、まずこの支部の解消を目的に、政治団体に変えていくことを目的に、そうすると今度、例えば、今 NHK から国民を守ると柏支部って大橋副党首は支部長をやってもらってるんですけど、じゃあ政治団体 NHK から国民を守る党っていうのを作ろうとすると、国政政党に NHK を掲げる政党があると類似してるから作れないっていう法律があるんで、まあ、いずれにしても一旦この我々が本部が掲げてるこの名札というか看板を、まあ、特になし、まあ、名前なしとかでもよかったんですけど、特になしにすることによって、これはうちの関係者だけじゃなくて、すべての国民に NHK から国民を守る党の代表者になっていただけると。だから もう必ずは40、50もないかな、20、30の NHK から国民を守る党という政治団体を新たに作っていただく。もちろんこれは NHK から国民を守る党じゃなくてもいいです。 NHK だったらかんでもシンプルに NHK 党でもいいし、 NHK だけでもいいし、 NHK、弁護士を72条追及する党でもいいし、
NHK の集金人と戦うとか、まあ、何でもいいんですよ。まあ、とにかくまあ NHK っていう看板をうちが外さないと NHK っていう政治団体が作れないというのが、特になしに変更する主な理由であります。それがちょっと政党名を変更する理由ですね。これについてはちょっとゴールデンウィーク、まあ、事務作業もあるし、一応総務省に事前の確認をしておりますので、どんなに早くても連休明けになります。で、ここでちょっと事務連絡になっちゃいますが、支部の皆さんに関してはこちらで全部書式を作りますから、それ届いたら多分支部の人の印鑑をして各都道府県の選管に持って行って終わりになると思います。で、銀行口座をもう一個作ってもらって、そこで今ある支部の方から新しい政党に寄付っていう形で流してもらえれば、それで終わると。これから本部のお金はその新しい政治団体に寄付という形で、送らせて送金するというような形で、まあ、ほぼ問題ないと思います。もし何か問題があるようでしたらやらない可能性もありますけれども、まあ、もちろん政党名の方は一旦特になしという形で、5月の連休明けには届けをしたいと思っております。あとは松さんと打ち合わせしなかったからあれやな、ちょっと喋ってられるうちにしようか、それ何でしょうか。ということで、ちょっと浜田議員の方からどうぞ。はい。